メイコです。フィアナだぞ。今日も楽しくお話をしていきましょう。今日は何の話だ？今日はこちらの情報をお伝えしたいと思います。文化服装学院ビックリマン、特別シール付きお菓子セット、また復活。なんとですね、現時点でまた、あの伝説の文化服装学院ビックリマンの販売が復活しております。また復活したのか。復活しました。もちろん、この動画を出している時点では、売り切れてる可能性もありますけど、動画を作ってる現時点では、販売は復活しております。何なのだこれは。わかりません。前回の復活で、さすがにもう売り切れかと思いましたが、それこそフェニックスのごとく、復活してまいりました。なんで復活する？要するに、用意した3000セットがまだ売れてないんじゃないの。売れてないのか。でしょうね。もしくは、前回で全てさばいたはずだけど、キャンセルが出て、その分がまた復活したのかもしれない。また、新しく作ったんじゃないだろうな。それは前にも言ったけど、法律違反なのよ。限定品であり、全部で何個と言って、その後に売れたからって、追加で作るというのは、景品表示法違反に該当してしまうから、それはできないのよ。そうなのか。過去にそれでトラウマを持っているロッテが、危険を冒してまで、それをやるとは思えないけどね。もちろん、内部のことは私にはわからないので、真相は知りません。ただ、普通に考えて、まだ余ってたのか、キャンセル品を再販売してるというのが、妥当な見方でしょうね。人気ないのか。はっきり言って、ないんでしょうね。これを見てよ。メルカリの値段なんだけど。定価よりも、シールの方が下回ってるものがいくつもあるでしょ。そうだな。普通はありえないからね。このセットが4000円なわけだけど、転売されるとなったら、普通4000円以下ということはないのよ。ただ、それ以下で売ってるということは、それだと買う人いないと思われてるってことでしょう。良心的な連中なのでは、お菓子の分を差し引いたら、シールの値段はこれぐらいと思ってるのかも。そんな良心的な連中は、ヤフオクやメルカリには存在しません。いないことはないだろう。少なくとも、転売ヤーにそんな奴はいない。転売ヤーだしが。とにかく、売ってる人の意図はわからないけれど、少なくともこの値段で売られてしまったら、当然転売ヤーは利益が出ないのはわかるから、キャンセルしたりしたのかもね。これ買っても、利益出ないぞと。なら、キャンセルしちまえと。それで、また再販売してるんじゃないかなと。そうなのか。まあ、わかりませんけど、ただやっぱり改めて思ったのは、オンラインものは、いつ終わるのかわからない。終わったと思っても、こうして復活するしさ、全く読めないね。そうだな。ところで、お前は買わないのか。前回も言ったけど、ロッテに問い合わせたら、1家族1セットと言われたから、一応、守るつもりなんだけど。ただ、話によると、2セット目注文したら、買えましたという人がちょこちょこいるんで、結局、守られてねえじゃねえかとは思ってる。ダメだな、ロッテ。ただ、まあ、動画配信者として、前に漆黒のエンジェルの炎上騒ぎをなんだかんだ言った身としては、とりあえず、ロッテの指示に従っていこうかなと。そこで従わずに買って、面倒くさい人に絡まれたりするのも嫌だし。世知辛い世の中だな。ただ、これがホロとかなら、そんな規約無視して買うけどね。買うのか。買うよ。欲しいもの。ホロは欲しいよ。絡まれても、うるせえと。欲しいものを買って何が悪いというね。結局、そこまで欲しいものではないから手を出さないということなのか。そうとも言える。というわけで、文化服装学院復活情報でした。前回手に入れられず、悔しい思いをした人は、お早めに。まだあるのであればの話ですけど。よろしく頼む。